サナルコ。サナルコは、静岡県浜松市西区にある湖。河川法上は、浜名湖と同様に二級河川と田川水系に属する。約2000年前の縄文時代後期あたりから、浜名湖と共に、海から徐々に切り離されて出来上がった、自然湖。成立後は淡水化していったが、新川によって、浜名湖と繋がっているために、1498年、明王七年に起きた。 明王自身や旅重なる暴風雨によって浜名湖と遠州灘を隔てていた箇所が決壊して浜名湖が起水化したのに伴い満潮時にわずかだが海水が流入してくるようになり淡水で生息する魚の他に起水性の魚も見られる珍しい湖となった最近では浜名湖の塩水化の進行に伴い塩分濃度が上昇し1%を超えることもある 人間の生活面では、しじみつかいに見られるように、縄文時代から貝の採集や漁業が行われ、1901年、明治34年に漁業共同組合が設立され、50人ほどの漁師がいて、主にうなぎの漁を行っていた。1952年頃には200人以上が、この湖で漁業を営んでいた。2000年、 サナル湖西岸から東神田川に交流する新川放水路が完成し流出河川が追加された。湖は浜松市西区に位置する。水深は浅く平均で約2メートル、最大でも2.5メートルほどである。流入河川は段津川と新川、西川および五全国排水路がある。流出河川は新川と旧新川で共に 浜名湖に接続している。サナル湖に生息する主な種は以下の通りである。創業種は約90種を数える。2007年度には石川シラウオ、赤い、シマフグ、ハオコゼ、2015年度にはチワラスボウなども見られた。時折大量の日本イサザアミが発生することがあり、夜間にボラやハゼ類、エ類が盛んに捕食する光景が見られる。 古内生物の重要な餌となっているようで、このような年には、マハゼや、日本ウナギの漁獲が多い。2014年あたりからはこれらの不良が続いているが、日本イサザアミの発生量と合い、間がある可能性が大きい。また、密放流によるものか、外来種のオクチバスや、ブルーギルの侵入もあるが、湖水の塩分のため定着できない。水生生物として目立つものに、 ミシシッピ赤ミミガメ、湖内外、ブルーミール、湖外の池、ウシガエル、湖外の池、アメリカザリガニ、湖外の池、カムルチー、コナイ、ハクレン、コナイ、アフリカツメガエル、主に下流域、台湾シジミ、シュメイドウはカリ、主に淡水域がある。昭和30年代の後半の高度経済成長期の頃から急激に水質オダクが進み、 湖水の栄養需要濃度が一年の大部分で不栄養化レベルをはるかに超えるような状態となった。水質や周辺環境は悪化し、かつては青子が大量発生、腐敗し、水は濁って異臭を放ち、さらには死んだ魚が岸に打ち上げられている光景がしばしば見られた。このような事態を重く受け止めたケニア市は、さなるこの水質改善のために、 調査や対策を行ってきた。県の事業ではヘドロ、ヘドロの定例春節による除去を、しおよび、県の事業としては、上流域の下水道整備などの対策を行った。こうした対策は一定の成果はあったものの、サナルコ特有の性質口実も災いし、1999年、平成11年度以降に年平均 COD 値、N 法が1 1ラム L から1 2ラム L とほぼ横ばいとなるなど、水質改善の決め手とはならなかった。そして、環境省が発表した2001年度の全国の故障の水質調査結果、公共用水域水質測定結果では、水のお濁度を示す、COD、科学的酸素要求量の都市平均値が2000年度まで全国ワースト1位であった、手賀沼、千葉県を抜き、 全国ワースト1位となった。しかし、その後も流域の下水道普及事業とともに、直接浄化施設の建設や湖岸における、よしの植栽など、新たな水質改善対策を継続的に取り入れていった結果、水質は改善し2007年度の年、平均 COD 値は 9.3mgL となり、全国ワースト1位から抜け出すこととなった。さらに、 2009年度には 7.6mgL となり、全国ワースト5位以内から抜け出すことができた。なお、2009年、平成17年度時点の c o d 値は、環境省の定める環境基準、故障 B のサナルコは 5mgL 以下と比較して依然として、高水準であるため、引き続き、水質改善のための対策が行われている。ちなみに、サナルコは、 おだ度の高い湖ではあるが、重金属や有毒化学物質などのいわゆる、有害物質が高濃度で存在するというデータはない。現時点で、遊泳や飲用には適さないが、魚介類を採取して、たまに食すような場合でも問題ないとされる。おだの原因としては、周辺地域の急激かつ過剰な開発により、湯水量が減少し、生活排水や、 事業系排水が増大したことが挙げられる。開発事業は未だに行われており、流域の大地のり面の緑地はなお減り続けている。また、天竜川水系からの三方原用水による利水で、三方原大地での農業が盛んとなり、農業排水などの負荷が急速に、大したことが挙げられる。それらの排水に含まれる窒素、硝酸イオンやリン、リン酸イオンを栄養源にして、 植物プランクトンが異常繁殖する。周辺湯水は比較的高濃度の硝酸イオンを含んでおり、場所によっては濃3 N ので6から 7ppm に達し、農地の施肥量が減少しても濃度が低下する兆しはない。サナルコの水質改善が容易でない原因として、水深の浅さと水の入れ替えが悪いというサナルコの地理的性質が災いしていること。 流域開発による湧水の減少や下水道整備で生活排水の流れ込みを防ぐことで上流からの流入水量そのものが減って水の入れ替えが悪くなったこと、生活排水以外に窒素、ン濃度が高い水源があること、下流域からの逆流水によって汚れが持ち込まれている可能性あることなども指摘されているが原因は十分に解明されていない。 サナルコは水深が約2メートルと浅い上に水が滞っている時間が長い単純大流日数46日ため日照により水温が上昇して植物プランクトンなどの増殖速度が加速する。また水深が浅いことで停電からの栄養需溶質の影響が強く出る点でも不利に働くと考えられている。有機予約物質のほとんどは 植物プランクトンが生産していると考えられている。植物プランクトンが窒素やリンを吸収して活発に光合成を行うとプランクトン自体やその放出物などの有機物が量に発生しておダくが進行する。こうして生産された有機物は一部は動物プランクトンに食べられ食物連鎖を通じて消費される。また一部は固定に沈殿する。 有機物が分解される際に酸素を消費するため多くの湖で貧酸素状態を生むがサナルコでは水深が浅いことが幸いして深刻な貧酸素状態になることはないまた定例中での脱質反応により有機物が消費される際には硝酸イオンも消費されるが還元的条件下ではリン酸イオンは定例から溶出するサナルコでも盛んに 脱窒反応が進行していると推定されているが、その正確な規模は不明である。下水道整備、行政による整備は進んだものの、期待されたほどは、接続率が伸びていないため生活排水の流れ込みの抑制が実現できていない。法制上は、下水道法などで、接続の義務はあるものの、罰則規定がないなどの理由で他地域でも、同じ問題が発生しており、 この問題の解決は容易でない。環境省の公共用水域水質測定結果による近年の c o d 値を並べる。サナルコの周囲の主に西岸と東岸はサナルコ公園として整備され市民の憩いの場となっている。公園は浜松市西区と中区にまたがる。面積は42.72ヘクタール。1949年。 昭和24年に、サナルコの西岸の一部に計画、整備された、根川山公園が元となり、これが後に計画区域拡大を受けて、サナルコ公園と解消され、東岸側も整備された。その後長期にわたり西岸側と東岸側で分断する形となっていたが、2007年3月21日に、北岸が開園、分断されていた西岸と東岸が接続された。 将来的には、サナルコを一周できる公園として整備が進められている。自然環境を売りにした公園でもあり、緑も多く、野鳥の観察スポットとしても名高い、湖という環境であることから、水遊びや釣りを楽しむこともできる。西岸には、宿の一部を残した、根川湿地と呼ばれる人口の湿地帯が広がる。現在のサナルコ公園は、以前よりも、 かなり狭くなっている。特に昭和63年から平成11年度にかけての大規模古内春節土による埋め立てを行い、浸水湖岸整備を行った。現在の湖岸に見られるグリーン市は人工的に投入されたものであり、西岸などにはかつての湖岸の名残の構造物が残る。さなるこの環境改善を目的として、 静岡県と浜松市が予算を出し合い2015年度に新たに発足した協議会組織。前身は、セーリュールネッサンス E、サナルコ地域協議会。行政が事務局となり、関係市民団体、流域自治会、学識経験者、関連行政部署により構成される。年数回の会議開催とともに、各種浄化対策事業を実施、イベントとして市民参加の水質調査。 年会、よしがり、魚類調査、平成28年度より、サナルコ交流会、年1回、サナルコ未来につなぐネットなどを開催している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。